感染対策への意識を高めていきましょう。今日は土用の丑の日です。札幌市内のうなぎ店では特にテイクアウト用の弁当が人気で、店側も朝から大忙しでした。脂の乗った肉厚のうなぎがふっくら焼き上がっています。土用の丑の日の今日、暑い夏を乗り越えようと札幌市中央区にあるうなぎ店では上限400個のうなぎ弁当の予約が昨日の昼まで全て埋まったということです。うなぎはやっぱりビタミンが豊富です。免疫機能も高めますので、ぜひこの夏場を乗り切っていただきたい。